の巻。このバンパーをね、順調ですか。うん、もうありますよ。1時間も経ってない。ああ、もう一目瞭然よ。だ、ね、10分の1ようやく終わったかな。マジで。今回のすずごろし TV はメキメキメキ。フロントメキ加工で大変身。しかも誰でも簡単に DIY。それではいざ本編へ。今回使用する工具はこちら。加工に必要なパーツ。所要時間1時間から1時間30分。作業難易度星1つ。カスタム度星3つ。今回はこのバンパーをね、ちゃんと3点揃ったから。全く挨拶してないやん。僕すすごろしの北川です。そう。じゃあ早速ちょっと作業を取り掛かっていきましょう。はい。変更箇所。フロントサイドパネルメッキ。フロントバンパーメッキ。順調ですか。うん、もうありますよ。もう終わり。そうなんです、今回の DIY は取ってつけて終わり。もう終わるんで。終わりました。ただっ、いや、どうだった？意外と早かった。どう？どう？早かった。怖かった、早かった。ありがとう。もっと1日ぐらいかかんの。かからんわ。かかんねえわ。はい、できました。やっと。どう、浜ちゃん。やっと、やっと言うてめちゃめちゃ早かったやろ。1時間も経ってない。おー、かっこいいですね。どうすか。いや、いい感じじゃない。かっこいい。あら、いいじゃない。その他変更した箇所。サイドパネルメッキ。取っ手メッキ。ミラーの根元メッキ。足回りメッキ。安全窓枠ウロコ。ナンバープレート枠ウロコ。ワイパーメッキ。説明してあげてください。説明ね。どう変わったのか。純正はこんな感じですよ。ああ、もう一目瞭然よ。ね、それがこれメッキになっちゃった。まあ取り外してつけるだけなんやけど、まあいろんなパーツをちょっと外さんといけんからちょっとややこしかったですけどね。うん、まあサイドのメッキのパネルを貼りまして、はい、まあ取っ手だったりとか、ここの、ミラーのね、根元だったりとか、足回りとかね、ちょっとこの辺りはまだ白色の純正色残ってますけど、ここはもう塗ってもらおうかなと。で、あと安全窓の鱗の枠とか、フロントのそのサイドパネルとグリバンパね、とナンバープレート枠。あ、ごめん、これも動画入れてないわ。僕動画回さずこれ勝手に変えたわ。これちょいちょいちょい。想像通りですか。想像通りですけど、今完成度合いで言ったら10分の1。10分の1。マジで。やっぱグリルがな、ここがちょっとダサい。グリルがちょっとここもね、変えていく予定です。まだだって塗装もしてないでしょ。光物も入れてないでしょ。あとまだ内装のあのあたりとかね、純正色が残ってるとことか色塗ったりとかしたいよ。今度 LED やろうかなと思ってるんですけど、光っちゃう、光らしちゃおうかなと。もうここをちょっとプロに作り直してもらおうかなと思ったんだけど、納得いかんから。あれ、これ変わってないんですね。うん、これもうちょっと作ってもらう。足回りちょっと黒いところ見えるのかっこ悪いや。あと箱ちょっと一周光らしちゃおうかな。あと絵も描かんとあかんでしょ。もうテールなんか全然いじってないから、もう土純正のまんまやから、これプロにお願いしてちょっといろいろね。まだ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 10分の1ようやく終わったかな。ま、マジでまだお金かける。当たり前当たり前。1000万。バカ
カじゃない。多分足りない。この時北川はこれから始まる過酷な作業をまだ知らない。自分たちでできる範囲はもうこれまでかな。もうプロにお願いするしかないのかなっていう感じですね。ということで次回は